調に上がっていく。ぬるぬるになれたか。小峠ここで落ちていった。カノと一緒に落ちていきました。最後はなかなか階段を登れていない。現在2分経過いたしました。小宮がやはりスローに手足を動かして現在1位、最高がそれを追っています。さらに追うのが田中です。斉藤と小宮、しかしながら田中が落ちていった。ダリゴはなかなか階段を登れない。そして狩野英孝来ているぞ。小峠も速い、サイドから攻めている。3人がほとんど並んでいる。しかし一歩で出だすのは誰か。この2006年春から始まったヌルヌルの歴史、ヌルヌル伝説の始まり、3年ぶりに感謝祭に復活したこのヌルヌルで、果たして誰が今日伝説を作ることになるのか。小峠がまた中央突破、現在トップに立っている。右足がちょっと危ないか。一歩ずつ一歩ずついく。カノエーコ落ちてった。小宮がなぜか這いつくばって動けなくなっている。小峠は順調だ。小峠が一歩ずつ確認をする。ローションを確認、確認作業全員いった。さようなら、全員さようなら。そしてこの隙を見て狩野英孝が順調にリードを広げていきます。トップに立った狩野英孝、3分が経過しました。いつまで戦いは続いていくのか。本格的に生放送の終了の時間が近づいてくる。11時36分です。あと放送は、はい、まだ10分ほどあります。皆さん頑張ってください。10万円が近づいている。さあ片井だ。コンビネーション、コンビネーション、大悟のスーパープレー。大悟がまた落ちていった。大悟は避けた。この辺り男性陣はコンビネーション、最後の素晴らしい技がありました。旗抜きした後一旦小休止を出た。小宮が落ちていった。そして斉藤も落ちていった。現在トップは走るのは大悟、そして小峠が追いかける。田中が現在仰向けになって体勢を入れ替えている。狩野英孝も下から追いかけていく。さあ大悟と小峠が並んだぞ。小峠が抜くか、抜いたか、一歩抜くか。大悟と小峠、先頭争い、2人で一瞬何か戻ってるような感覚。ゆっくりと、ゆっくりと2人で行っている。並んでいる、一緒に上がっている。一緒に上がって何が待っている。肩を組む。いや、ここでトップで争い、頂上で争う。小峠と大悟、全員落ちた後に隙を見て狩野英孝が一人で登っていく。なぜか狩野英孝が全員落ちた後トップに立つ。その後ろ小峠が行く。狩野英孝中央まで来ました。すでに戦いは5分を経過しております。狩野英孝と一番下まで落ちた後の小峠、また2位まで上がってきた。小峠と狩野英孝、この2人の激しい戦い。さあ中央突破している狩野英孝か、小峠がスピードが上がってきた。先ほどは頂上で大悟と小峠の戦いがあった。小峠、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 最後の最後、全員落下、全員落下。これが生放送です。6分が経過しております。小峠がやはり速い。小峠ローション慣れしてきている、ヌルヌル慣れしている。上がるのが非常に速いが、あのメイクを通していった。ここで大悟がセットに立った。なかなか上がれていなかった。斉藤も上がってきた。さあ上がってきたぞ。また大悟は休憩を挟んでいる。休憩を出て斉藤も押していった。中央突破の小峠を追いかける。小峠、あーっと膝から落ちていった。体力も消耗してくる。間もなく7分に差し掛かるこの激しいぐるぐるの戦い。現在トップは黄
オの大悟36歳、高校時代まで野球をやっていた、その足腰で強靭に登っていく男性エンジンの芸人芸能人の皆さん、本当に時間がまずくなってきたそうです。本当に時間、放送時間がまずくなってきたそうです。頑張ってください。大悟か、カノか、大悟か、カノか、さあ